はい、ミクシニーチャンネルです。今日はもういよいよあと数日ですが、韓国のスキズペンミの準備ということで What's in my bag やろうと思います。で、去年もちょっと5さんの時にあの What's in my bag やったんですけど、今回は、まあ、ソウルコンだとね、まあ、ちょっと撮影とかできるかなと思うので、そういったものを一緒におすすめグッズがあるので、ぜひ紹介させていただきたいと思います。まずは何といっても欠かせないのがやっぱりペンライトですよね。リボンが星のやつつけていこうとしたんですけど、今回のシュシュ可愛いじゃないですか。それもつけたくって、もうつけるものありすぎててんこ盛りになっちゃいそうなんですけど、とりあえずこの状これでいこうと思います。絶対持っていくもの、双眼鏡ですね。もうこれは私の相棒なので、こちらを持っていこうと思います。ちょっと持っていくか迷ってはいるんですが、うちわカバーと顔うちわですね。結構荷物重たくなるじゃないですか。だからどうしようと思って、だってソウルコンだったらまあちょっと撮影とかできるじゃないですか。で、撮りながらこんなできます？もうちょっとドボイズの時に全然うまくいかなかったので、アピールしながらこう器用に撮るっていうのができなくて、持つものはちょっとちっちゃくしたいんですよね。なのでアイエンのちょっと名前はボード作ろうと思ってて、ほんとこんな感じで作ろうと思ってます。だからそれだけ持っていくか、しっかりちょっとこれを頑張って持っていくか迷っております。で、せっかくあのスローガンをゲットしたのに2022年のママの時以来持っていっていなくって、まあ、そもそも公式グッズがね持ち込み禁止なので、ね、まあ、ちょっとこれを持っていくかも。でもこれも持ちながらやっぱり撮るのは難しいと思うので、ちょっと写真撮影用ですかね。ちょっとおすすめなものがあって、ちょうどこの前あのアイドルラジオ in 横浜に行ってきたんですね。それがちょっと撮影 OK な時間があって、私 iPhone なんですけど Galaxy 借りれなくって、もうスキズの日程みんなもう予約埋まってるじゃないですか。で、そういった方におすすめなのが、結構皆さん持ってる方多いかもなんですけど、望遠レンズで、まあ、席近いかったらそんなに意味がないかなと思うんですけど、席遠くてそのカメラの画質もあんまりっていう方には、携帯例えばこうあってこんな感じでつけて撮るとこんな感じで結構画質、まあ、そんなにアップしてない分いい感じに撮れたので、めちゃくちゃおすすめです。で、携帯これはめて固定できるので、まあ、ちょっと押さえながら撮ったらそんなに手ぶれもせず撮れたので、超おすすめグッズです。で、私は Amazon で買ったんですけど、もうアマプラ会員の方とかだと多分すぐ届くと思うので、今からでも遅くないかなと思います。で、そして写真撮影に欠かせないのがやっぱりトリップケースですよね。今ちょっと入れてるのがビヨンさんなんですが、何個か持っていこうと思います。で、向こうで FC 特典とかももらうと思うので、ちょっとドボイズのカムバも兼ねていくので、この
ボードも一緒に持っていこうかなと思ってます。あとネットボイスのペンライトも一応持っていくつもりです、ね、あの当日の会場のヨッシーブースだったりいろいろ詳細が出たと思うのでちょっとそれに合わせて行こうと思います。今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。ペンに行かれる方楽しみましょう。